ボルジギン氏、ボルジギン氏、バージェギンは、モンゴル帝国の漢、ハーンの家系となったモンゴル部の中心氏族。モンゴル帝国、元の国勢である。12世紀頃、アルグン川帝国流域にいた、毛骨士追、猛ガ部の後ろ身で、モンゴル高原北東部において、一大勢力を築いたモンゴル部の有力氏族で、ボドンチャルという人物を始祖とする団系からなる。この士族は、 史上初めて全モンゴル部族を支配したとされるカブルカンを出して以来、モンゴル部のカン王を独占した。そして13世紀にモンゴルのチンギスカンがモンゴル高原の全遊牧部を統一して、モンゴル帝国を起こしてからあとは、モンゴル高原で最も高貴な氏族とみなされるに至る。チンギスカンの男系は現在まで連綿と続いているため、 現在のモンゴル国や中華人民共和国においても、氏族の名は残っている。ボルジギン氏の死祖説話は、チンギス艦の一大記である、県庁筆詞の冒頭に掲げられた、チンギスの警府伝承に詳しい。これによれば、その根源は、天の命令を受けて生まれ、大古、バイカル港を渡ってオノン川上流のブルカンだけに、やってきた、ボルテッチの、青木狼の糸その妻なる、コアイマラル。 青白騎士カノイであった。そしてボルテチノの十一代後の子孫ドブーン・メルゲンは早くに亡くなるが、その未亡人アランゴアは天から届いた光に感じて、夫を持たないまま三人の息子を設けた。チンギスカンの所属するボルジギン氏の祖となるボドンチャールは、その場主である、という。この説話は、ボルジギン氏は天の子孫であって、 ボルテチのを師祖とする他のモンゴル部とはやや事が異なり、高貴な家柄であることを語ろうとするものと解される。そして、原子や修士によれば、ボドンチャルの四代目の子孫、カイドが幼かった時、一族は、吉丹、量の性伐を受けて、ボルジギン氏の牧地にやってきた、ジャライル部族と紛争を起こして、カイドを除く家族のほとんどが殺害された。 バイカルコ島岸に逃れたカイルは、バルグと、現在のブリアートの助けを得てこの地に勢力を築いた、という。モンゴルの系府において、カイルの彦に位置づけられる、カブルの時、ボルジギン氏は全モンゴル部を統一することに成功した。現必筆によれば、カブルは、すべてのモンゴル人をすべたといい、モンゴルの歴史上初めて、モンゴル部を統一する、王、官に即位したとみなされる。 この頃には、モンゴル部族の居住地は、オノン川流域からアルブン川流域にかけての、モンゴル高原北東部に広がっていた。中国側の記録によれば、ちょうど、カブルが在位していた頃とみなされる十二期前半に、モンゴル部はたびたび金の領土に侵攻し、その北辺を脅かした。カブル艦の死後、カニはカブルのまたいとこにあたるアンバガイに受け継がれた。この二人のの後、 西方のオノン川上流に遊牧するカブルの子孫がキアと単数経験し、東方のオノン川下流に遊牧するアンバガイの子孫が大中都市と呼ばれる同族集団を形成し、モンゴル部の中心氏族であるボルジギング系の東西の二大集団となった。その後、アンバガイ間はタタル部族に捕らえられて金に引き渡され、木馬に行きながら手足を釘で打ち付けられ、 全身の皮を剥がされるという生産な方法で処刑されたので、後を継いだカブルカンのコクトラカンとその一族は、たたると金を深く恨み、アンバガイの子カダーンと協力してたたると金に対する復讐戦を繰り返した。一方、アンバガイカンの先代ンであるカブルカンは、金からの使者を皆殺しにし、討伐軍も破りコでも皆殺しにしている。この構想の中で台頭したのが、 クトラカンのアニバルタンバートル三男エスゲーで、彼の長男が、チンギスカン、テムジンである。チンギスカンは、父の死後衰退した勢力を回復させ、同族の大中等を滅ぼしたのみならず、タタル、ケレート、メルキト、ナイマンなどの諸勢力を次々に滅ぼして、全モンゴル高原の遊牧諸部族を一置し、彼の出たキ屋とボルジギム氏は、モンゴル帝国のカーン、ハーン、皇帝へとなった。 モンゴル帝国のもとでは、チンギスカンと、その三人の同母帝、ジョチカサル、カチューン、テムゲオッチギンの子孫は、黄金の氏族、アルタンウルクと称され、一般の遊牧民や遊牧貴族の上に君臨する君主の血筋と、みなされるようになった。そして、チンギス兄弟以外のキアト氏族の人々と、黄金の氏族を区別するため、彼らはターに、ボルジギンを、氏族名として称した。 ここに、かつては、ボドンチャルの子孫全体の子族名であったボルジギンは、モンゴル帝国のカーン、ハーン、皇帝家に、固有の子族名として使われ始める。ジンギスカンの築いたモンゴル帝国は、中国からロシア、中東にまで勢力を拡大し、世界史上空前の大帝国に成長した。このためボルジギン氏の子孫たちは、帝国の最高君主であるカーン。 ハークライを継承した元朝をはじめ、チャガタイウルス、ジョチウルス、フレグウルス、イルハンチョウなど、大小様々な王国を形成し、その王家として栄えた。これらの諸政権は14世紀には、次第に衰退して解体したり再編されたりしたが、その後もモンゴル帝国の旧支配地では、ボルジギン氏である、チンギスカンの男系子孫しか、カーン。 ハーンになれいという慣習が根強く残った。これをチンギス島原理という。モンゴル高原では、元が民に追われて高原に退いた後、ボルジギン氏の王家は一時的に衰退したが、16世紀初頭に、チンギス館の末裔ダヤンハーンが、モンゴル高原を再統一することによってを吹き返す。その後のモンゴルでは、ダヤンハーンの子孫たちが分家を繰り返しつつ、 各核部族を支配する王侯として定着し、17世紀以降の真の支配の下でも彼らはその地位を保ち、ボルジギン氏は、高層文孔号などを通じて、皇帝と地のつながりもできた。20世紀においても、ボルジギン氏は、デムチュクドンロブ、特王、トール王など、政治的に重要な役割を果たした人物を輩出している。 現代のモンゴル国や中華人民共和国のモンゴル人社会でも、かつての氏族とは意味合いを変質させているものの、お、く氏族という概念が存在する。中国式に人名の一要素として、姓を名乗る習慣が本来なかった、モンゴル人も、特に中国のモンゴル族では、便宜上を僕を姓の代わりに名乗ることがある。こうしたとき、 チンギスカンの血を引くかつてのモンゴル王校の末裔たちが名乗る聖、おぼくがボルジギンであり、彼らはボルジギン、ナニボーというように、ボルジギンを聖のように名乗っている。また、モンゴル国では民主化後社会主義時代に封建制の象徴として使われなくなっていたおぼく名を復活して登録させる動きが起こったが、ボルジギンをおぼくとして申告した人が非常に高田という、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。